はい、こんばんは、広川です。まあ残業から帰ってきたんですけど、7時40分、これからお好み焼きを焼きたいと思います。実はね、使ってみたいキッチングッズ買いました。前からずっと気になってて、でやっと今回買いました。ナイサーディーサープラススピーディーチョッパー。玉ねぎとかいろいろ野菜をみじん切りにするやつ、手動でこういう感じ。この中にある程度切った野菜をこの中に入れて、ここに紐があるんですけど、それをこうやる。すると野菜がみじん切りになっているという、そういう便利グッズです。とりあえず今日はキャベツをこれでみじん切りにします。じゃあキャベツをある程度切ります。これ一切説明書入ってなかったんですね。そういえばこういう硬いのもいけるんですかね。全然入んないですね。ちっちゃいな、これ。ここの下になんか突起があるんで、そこに刺しといて、この上から切りたいのを入れていく。いいか。全然切れないですね。ここ合ってんのかな。 1,2,3,4 って4コマになってるんですけど、1はまず分かりますよね。この3つがあって、で2がすでにもう引っ張ってるんですけど、3と4が謎なんですけど、これ逆だよね。多分この下のこれが多分2コマ目だと思うんですけど、1,2,3,4 だと思うんですけど、私がいつも通りやっているみじん切りをしてしたものをこの中に入れて、さらにみじん切りをしたいと思います。それでどうだろう。はい、じゃあこれが刻む前。やっといけた。このこれ多分1000いくらで安いやつだったんですけど、高いこういうやつ、同じようなやつ買えばもっとちゃんとしてるのかな。あ、切れてると思います。ただこのいつ壊れるかわからないこの紐の感じ。よし、はい、なんかキャベツの汁が出てきまして、なんかコールスローみたいな感じになりました。もうちょっと大きければスムーズにいくのかなと思います。じゃあちょっと全部やっていきます。これあとちょっとした筋トレっぽいですね。そうだね、ちょっと、はい、というわけで時短のために買ったグッズだったんですけど、いつもの倍以上の時間かかってみじん切り出来上がりました。確かにいつもやるよりは細かくできたかなと思います。ではね、お好み焼きもどき作ります。小麦粉入れないやつ。この中に、卵と紅生姜刻んだやつ入れて、焼いたこんがり焼いた豚肉の上にこれをジューとやって、とりあえずお好み焼きにします。はい、ではかき混ぜて焼きたいと思います。だしの素、昨日使っただしの素を使おうと思います。この余ったやつね。はい、混ぜ終わりました。じゃあごま油敷いて焼いていきたいと思います。結構でかすぎますね。ちょっとでかすぎます。はい、なんかカニ玉みたいになってたんですけど、ひっくり返します。なんか無理だな、お皿ですね。わあ、美味しそうな、美味しそうな。
ジャストサイズでもない。ちゃんとにソースと、お好み焼きはこのソースの照りがいいんですよね。はい、では青のりも少し振ります。よし、でこの後にまたやりたいことがあるので、ちょっとそれをやってから机に移動したいと思います。よし、クローバー、お好み焼きについて教えて。ウィキペディアによると、お好み焼きは小麦粉とキャベツなどを使用する鉄板焼きの一種で、日本の庶民的な料理です。はい、ではその庶民的な料理、お好み焼きもどきですけど、いただきたいと思います。昨日飲みきれなかったコーラピーチ、やっぱね、この匂いが芳香剤なんですよね。よし、はい、じゃあ今日も一日お疲れ様です。慣れない。本当は私、あの先日ランマカフェ行った時に、あのうっちゃんのお好み焼きっていうメニューがあったんですけど、それにあの天童あかねに送った、果たし状じゃないけど普通の手紙だったのかな、あのお好み焼きにいつもなんか気持ちを書いてうっちゃんパーンってその人に投げるんですけど、それをやろうかなと思ったら、マヨネーズで字を書くっていうことが本当に難しいということが分かりました。はい、とりあえず食べます。はい、やっぱね、これはね、粉を、小麦粉を使ってないんで、どちらかというとオムレツですね。いただきます。うん、もうね、マヨネーズとソースがかかってれば何でもお好み焼き。ちょっとね、だいぶでかいの作っちゃいますね。これ明日の朝ごはんにもします。うん、もう8時半になっちゃいました。うん、ますごい面倒くさかったんですけど、あの機械で切ったおかげで、きめ細かいお好み焼きできました。私いつもやってるやつは、本当に私のみじん切りが粗すぎて、キャベツの芯ボリボリボリって感じなんですけど、今回は、柔らかい。うん、本当美味しい。LINE の BGM 設定、あの LINE のプロフィールに音楽流せるやつかな。若者はその BGM セットをして好きな人にアピールするらしいです。 M ステ情報。はい、というわけで、ちょっとあまりにも大きいので、残りは明日の朝ごはんにしようと思います。でそのガンマ1/2のうっちゃんなんですけど、この子がうっちゃんです。お好み焼きのうっちゃんのうきょうっていう子なんですけど、この子がよく、なんでかわかんないんですけど、あの背中にあのヘラ、鉄板のヘラ持ってて、お好み焼きを、あの気持ちを伝えたい人に、あのお好み焼きに気持ちを書いてパンって投げますね。それがうっちゃんです。というわけでね、結局あの気候気候なんですけど、あれ次も使うかって言われたらちょっと微妙なんですけど、でも細かくなったのはなりましたね。ただ時短になったかって言われたら、余計に時間かかった感じがします。なんかね、もっといいみじん切りの便利グッズありますよっていうのあったら、あのコメントいただければありがたいです。以上、なんかキコキコっていうやつでお好み焼き作ってみたよという動画でした。ありがとうございました。